月刊花田編集長の花田和義です。今一番聞きたいことを一番聞きたい人に聞く右向け右という番組です。今夜のゲストはジョージ・サカセガワさん。もう純粋な日本人なんですけど、なぜかカタカナでジョージ・サカセガワとかいうペンネームで、地球温暖化のこととかですね、私どもの雑誌にも何度か書いていただいたことがあります。ものすごいおしゃべりなので、今日はちょっと抑えて喋ってくれとこう言ってあるわけなんですけど、たまたまですね、サカセガワさんが茂原に住んでらして、台風15号の直撃を受けて、80時間のですね、停電を体験したと。で、あの時は、あそこ、川の氾濫はなかったので、19号とはちょっと違いますけれど、大きな被害を受けて、その体験を踏まえてですね、じゃあこういうこの来たるべきメガ台風といいますか、こういう時代にですね、どう備えたらいいかというようなことをですね、お話しいただきたいと思います。よろしくお願いします。こちらの方、よろしくお願いします。はい、サカセガワさんのお宅は、九十九里からちょっと5キロぐらい入ったところなんですよね。そうです。東の方に5キロ行くとちょうどもう波打ち際になります。それでもやっぱり相当な風雨でしたか、両方は。そこは広大な海岸平野が、外防線の線路まで海岸から13キロぐらいあるんですね。でうちからその線路に行くまでが大体8キロぐらいありますので、ですからその間遮るものがないといっても、里山と田んぼの繰り返しですから、うまいこと高い木の陰に入るところは比較的免れるけれども、そうじゃないところは、実際ブルーシートになってたお宅もないわけではないというところですね。これはあれですよね、坂瀬川さんのお住まい、ここの明かりがついているのがお宅なんですけど、田んぼの中といいますか、いいところですね。これはなかなか非常に環境はよろしくて、特に今も刈り取られてますけれども、青々としている時はもう本当に昔の曲で Almost Paradise というのは他曲でやってましたけど、そういうのが似合いそうなところでございます。台風の場合はその予報でですね、大体来そうだとこういうことが分かるんですけれど、坂瀬川さんはその台風が来そうだということで、なんかこの備えというか準備というのは知らせたんですか？特にあの辺は、高潮なり津波とか一緒にならない限りは大丈夫なところを、2006年に選定して2007年に建てたということですので、そんなに心配は今の時点ではないです、でしなかったですが、ただ停電ということになるとこれはえらいことになるなということで、まんじりともせず状況をずっと脅しておりました。だから雨とか風とかはやっぱり相当ひどいというふうに予測だったでしょ。ですので、特に瞬間最大風速が、5、60メーターになるということですので、で備えはしてなかったの？何も。いや、備えというのは たまたまそういう新しい建築でしたので、大丈夫だろうと。実際まであの辺で一番うちのがぶっ壊れるときはもっと他のところが平らになっているぐらいに重量鉄骨でがっちり片付くという。ああ、なるほど、そうなんですか。で窓なんかも防犯も兼ねて、ポリカーボネートを両側からサンドイッチした破れないガラスだとか、そのさらに外側に金属シャッターを下ろすとか、そういうことでもって全部風は防げました。私なんか家に帰ったらね、隣の家がね、窓ガラスにね、こうなんていうんですか、こうあれ貼ってるんですよ、十文字に全部。まずいなと思ってね、うちにそのものないし。しかし何ていうか、予想したよりはそんなにひどくなかったんですけどね。停電ですね、一番大変だったのは。あとそれはどのぐらい経ってから停電したんですか？いや、それはもうちょうど午前4時になろうとするところ、3時59分から、光がまばその時はテレビも室内照明もついてますから、それがパチパチっと切れたりついたりっていうのは短い期間で、それが 1秒も続かない、ほんのちょっと50ヘルツのうちのフェーズが狂ったのを、つまりいろんな系統からのを、スイッチングして自動的につなげるのに、その間にちょっとパルス的に消えるというのがあって、でも危ねえなと思ってたら、それが2分もしないうちに本格的な停電が始まりました。そうすると、それがもう80時間も続いちゃったわけですね。そうなんです。ですから月曜日の未明の時間帯から始まって、木曜日の夕方に帰ってきたらようやく着いたと、
停電に対する備えはなかった。そうですね、今から思えば、はい、しておきたいことっていうのはありますが、その人じゃあ停電になってから、はい、なったと、で坂瀬川さんが一番最初に取った行動ってのはどういう行動ですか。まずいつになったら治るのかということを確かめようと思って、知りたいですよね、知りたいですね、一番、でそこで、はい、iPad だとかそういったもののほのかな光を頼りに、うん、唯一黒電話のある、うん、黒電話といっても黒電話もどきなんですけれども、うん、昔のまあ、そう、電源が切れてもつながるという電話ですね、うん、それが2階にだけ置いてあって取れるようになってるんで、うん、そこまで踏み外さないあれ、その電源が切れてもつながるってどういう意味ですか。これ線が2本だとか、アースを入れれば3本だとか、それからあと4本で来るのもあるとかいろいろと言われてますけど、はい、その当時の企画というのは直流の電源を、これも人によって、私が直接修理に来た人に聞いた時は10ボルトだ20ボルトだって言ってたのが、はい、最近調べると、いや48ボルトかけてるとか、いろんな説があるんで細かいところまでは私も責任持てないですけど、うん、とにかく直流があるんで、うん、それのおかげでですね、うん、昔の黒電話にベルを鳴らすんじゃなくて人工音で鳴らすものも、うん、そんだけの電圧があれば十分、黒電話に比べればおとなしい音ですけど、聞き取れる音で鳴ってくれるんですね、それが鳴ってたもので、鳴るものなので、それが鳴ってくれて役に立つのはミカートなんですけれども、こちらがかける分にはその黒電話もどきの、で呼気はもう使えないです、昔の黒電話ね、黒電話ではなくてそのベージュ色の、うん、まあ、ね、CPR の40と50と2つのから持ってるんですけども、それでもって、そのことはだけど、その坂瀬川さんは、ね、そのいざとなったら、まあ、いわゆる黒電話は使えるということは知ってたんですか。はい、それ普通の人は知らないですよね。電話といえばみんな同じもんだと思ってるの。まあ、たまたまね、いわゆる小学校の頃から科学雑誌やなんかを見た青年、青少年が、我々、ね、段階の青年山ほどいますよね、その一人だったもので、そういう基礎知識は、ね、まさにそうだと思いました。そうすると、まあ、連絡は取れるなとは思ってたけどね、停電になって、だから相手もそれで出れる状態であればということをその分かるわけですね、つまりその後区役所の方は、停電が全然なかったそうなんで、ずっとつながり、区役所で市役所ですね、でそこから得た情報を近所の方にもお伝えしようと思っても、その方々の携帯も、電話線でも全部ダウンという家庭の方が大半で、携帯はなんでつながらないの。いや、まずチャージがなくなってしまうと充電ができないというのが一つと、まあね、チャージが残っていても、実はその地域ごと そのアンテナを、無人の局をいろんなところにこう設置してありますね、そこへの電源が切れてしまうと。あ、なるほどね、じゃあ携帯もまあ使えないと思った、そういう時は使えないと思った方がいいわけですね。それが教訓の一つですね。というのは、真っ暗になった直後は、アンテナがだんだん減りつつも一気には切れなかった、で切れなかったのは全部切れたということは、どん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 生きているそういう、なんて言いますか、中継局、それがダウンしていったということだと、私は、ね、当然か発見しましたけど、そうすると光はどうしたんですか。いや、それはですね、じわじわと、その当時はまだ9月9日ですからね、今の10月じゃないから、秋分の日の前ですから、比較的陽気はまだ早いんで、だん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 明るくなってくると、まだね、そうすると、まあ、勢いよく来る南の風が直接当たらない西側とそれから北側の窓は、シャッターのない、ところもあったんで、そこへ行くと実にすごい、実況中継したら面白いんじゃないかっていうぐらいに、すごい刈り取った後の田んぼが水だらけになって、そこの上水煙がわーっとこう走っていくのして、まあまた機会はこの中にぼやぼやの絵は撮ってありますけどもね、まだ雨で濡れながらその中を、それ強い風が、水しぶきが張っていくのが見えるわけですね。まあもちろん昼間はいいんですけど、その夜ですよ、問題は。夜はもうですから、その次の日からあとは実に平和であっても、日没とともに、南洋のロビンソー・クルーソーと同じで、眠りたくても眠れないけど眠らざるを得ないという。
言論テレビから会員募集のご案内です。言論テレビは内外で起きているニュースを掘り下げ、そこから何が読み取れるか、世界の動きの本質を探ります。求心力が働いているのがアジアであるならば、私たちはこの地域安全保障の枠組み、今世界はこうどっちかというとその遠心力で離れつつあるけども、ここで一つ求心力を作っていくということは不可能ではないかもしれない。皆さん本当に今日本人の頑張り時なんですね。頑張らなきゃいけない。会員になっていただきますと、桜井キャスターの君の一歩が明日を変えると、花田編集長の右向け右の動画をいつでもオンデマンドでご覧いただけます。さらに桜井キャスターのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。正会員登録は月々990円または1年で1万1000円です。桜井よし子と共に歩む桜会員も設けました。年会費は一口10万円です。正会員のサービスに加えて、桜井キャスターの新刊本をサイン入りでお送りいたします。感謝の集いなど言論テレビのイベントには無料でご招待いたします。皆様の入会を心からお待ちしています。詳しい情報は言論テレビのホームページをご覧ください。花田和之です。今一番聞きたい人に一番聞きたいことを聞く右向け右という番組。キャスターは名編集長として知られる花田和之です。花田編集長の右向け右は毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるに続いての放送です。その吉田長所なるものをね、そのしかもその長所を公開しろっていうことをね、他の長所も含めて朝日は主張してるんだけど、でも私なんか思うに、その長所をじゃあ朝日が入手してね、公開しろっていうなら、まずてめえからね、この吉田長所を公開したらいいじゃない、全部。番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談ゲストは今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。